古流大学出身の韓国芸能人8選。古流大学とはソウル大学、ヨンセ大学とともに韓国の三大大学の一つに数えられる名門校です。この3校は英語の頭文字を取りスカイと呼ばれており、ドラマスカイキャッスルのスカイは作中に登場する高級住宅街の名前を指すだけでなく、難関大学受験をテーマにした作品であることを表しています。この大学からは大統領や政治家、実業家にスポーツ選手だけでなく芸能人も数多く輩出されています。というわけで今回は古流大学出身の韓国芸能人8名を紹介したいと思います。古流大学出身の韓国芸能人、オクテギョン。アイドルグループ2PM のメンバーであり俳優としても大活躍するオクテギョンさんも古流大学校国際大学院国際協力学専攻修了という経歴の持ち主です。オクテギョンさんといえば 2PM のメインラッパーであり、音楽番組の MC やバラエティ番組でも活躍するマルチスターですが、ドラマドリームハイ、君を守る恋、Who Are You、君を守りたい、セーブミー、ヴィンセンツォ、オサトジョイ、ブラインド、ハートビートなど数多くの作品で主演を務める人気俳優です。一方、趣味はスキーにウェイクボード、特技は料理と語学であり、現在は朝鮮語、日本語、英語しか話せないそうですが、もともとはスペイン語や中国語も話すマルチリンガルとして知られており、中学生の頃からボストンに7年間滞在していたこともあり、英語力はほぼ完璧と言われています。肉体派俳優としても知られているオクテギョンさんですが、さらに勉強までできるとは恐れ入りました。イサエ、中退。長編ドラマ作品などに出演する俳優イサウさんは古流大学校セジョンキャンパス食品生命工学科に通っていましたが、中退して俳優となる道を選んだことで知られています。2017年にドラマハッピーレストラン、ガファマンサソンで共演した女優キム・ソヨンさんと結婚したことでも知られ、夫婦でグラビア撮影をしたり、たびたびSNS 等に仲睦まじい姿を披露するなど、韓国芸能界でも有名なおしどり夫婦として人気を集めています。代表作にドラマ装甲の妻クラブ、神々の晩餐、ハッピーレストラン、カファマンサソン、一緒に暮らしませんかなどがあります。ユジン、中退。大ヒットドラマベントハウスの主演として知られるアイドルグループ SES の元メンバーのユジンさんも古流大学文化大学フランス語文学を中退しています。後に大人気アイドルグループを複数輩出する SM エンターテインメント初のガールズグループとしてデビューし、 K-POP 第一世代として活躍したユジンさんは、その後ソロ歌手として活躍し、女優としてもドラマ「セーパヨーキムタック」や「100年の遺産」「ククスが結ぶ愛」「お願い」「ママ」といった高視聴率作品に出演してきました。結婚・子育てにより数年間活動を休止しますが、 SES を再結成したり、ドラマ復帰作となる「ペントハウス」シリーズが大ヒットするなど、ママとなっても大活躍中の元祖アイドル女優です。チョン・リュンウォン。現在オーストラリアのグリフィス大学を休学中で、古流大学校新聞学科に在学中というチョン・リュンウォンさんも2000年にダンスアイドルグループシャクラのメンバーとしてデビューしたアイドル出身の女優です。小学5年生の時から家族とオーストラリア移住したため、英語の実力は母国語並みというチョン・リュンウォンさんはオーストラリアの大学に在学中に母国の韓国を訪れた際にスカウトされデビューした異色の経歴の持ち主です。
そのアイドル活動は約3年と短く、脱退後は女優としてドラマ「私の名前はキム・サムスン」にヒロインのライバル役として出演し、広く知られるようになります。その後も映画「彼と私の漂流日記」、ドラマ「幻の王女チャミョンゴ」、サラリーマンチョハンジ、魔女の法廷、脂っこいロマンス、弁論を始めます等に出演するなど、人気女優としての地位を確立しています。リボムス、ドラマ「オンエア」や「ジャイアント」などの代表作で知られるイボムスさんは、中央大学校演劇映画学科と同大学院芸術学科の出身ですが、人気俳優となった後に古陵大学言論大学院に入り、修士課程を修了しています。俳優となったきっかけは、大学在学中に「ハムレット」に出演したことで、その後映画デビューを果たしています。当初は映画中心の活動でしたが、兵役後の2000年以降は「ニューノンストップ」「下界ポンダルヒ」「オンエア」「ジャイアント」「ドクタージン」などの人気ドラマに立て続けに出演し、人気俳優となります。一方で映画「相棒シティ・オブ・バイオレンス」での演技力が高く評価され、ドラマと並行して映画にも多数出演しています。近年は大ヒットシリーズ「犯罪都市」にも広域捜査隊長チャン・テス役としておなじみですね。サム・ハミントン、サム・ハミントンさんは韓国で人気の育児バラエティ「スーパーマンが帰ってきた」出演で人気となったオーストラリア国籍のコメディアンです。もともとはオーストラリアで子役として活動していましたが、韓国人女性と結婚したことで韓国でも活動するようになりました。2013年頃より韓国のテレビ番組に出演し始め、2016年から2人の息子と一緒に人気育児バラエティ「スーパーマンが帰ってきた」に約5年間出演し、一躍人気者となります。そんなサム・ハミントンさんはオーストラリアの大学から古陵大学校へ交換留学した経験があるそうです。キム・アジュン、モデルとして活躍した後女優に転身したキム・アジュンさんも古陵大学の出身で、2011年には古陵大学言論大学院で修士号を取得しています。キム・アジュンさんは日本でもリメイクされた大ヒット作「カンナさん大成功です」や「ザ・キング・ザ・バッド・ガイズ」といった映画から、ドラマ「アクシデント・カップル」「サイン」「パンチ」「余命6ヶ月の奇跡」「ウォンテッド」「彼らの願い」「一心伝心」「役あり」「恋あり」など人気作品に多数出演している日本でも人気の高い女優ですが、一方でブランドモデルや CM クイーンとしても知られています。そんなキム・アジュンさんは2008年に古陵大学の教授と共同執筆した「感情コミュニケーション」という本を出版したほか、2012年には「感性の欲求と認知の欲求が感情の強度や満足度に及ぼす影響」「スリラー映画鑑賞を中心に」をテーマにした修士論文が学会誌に掲載されています。ヒミスク、最後に紹介するのは大ヒットドラマ「涙の女王」での悪女役が記憶に新しいベテラン女優のヒミスクさんです。10代で芸能界に入り、80年代の映画界で大活躍し、結婚を機に10年間映画出演をしていなかったというヒミスクさんですが、実は古陵大学大学院言論情報学卒業という高学歴の持ち主です。芸歴45年を誇るヒミスクさんの出演作は数多くあり、近年の出演作だけ見ても「愛の温度」「鐘の花」「愛を閉ざした男」「脂っこいロマンス」「仮面の秘密」「ザ・エンパイア」「法の帝国」「涙の女王」などと人気作ばかりとなっています。まとめ、以上、古陵大学出身の
韓国芸能人8名について紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。超学歴社会なことで有名な韓国ですが、芸能人として売れていても大学卒だったり、芸能活動をしながら大学院に通っていたりというのには驚かされました。